はですね、ずっと行ってみたかったの沖縄の南部の方にあるんですけど、すごい有名なカフェがあるので、そこを、目指して行ってみたいと思うんですけど、めっちゃねロケーションが最高みたいなので、ずっと行ってみたかった。でもなんかね、なんとなくなんか行く機会なかったので、今日はね絶好のね、いいお天気なので、こちらのカフェで幸せな気持ちになっていきたいと思います。ではレッツゴの角の先席に先だって案内されました。ちなみにね、ここの海辺のテラス席がね、なんか一席あるんですけど、ここもねロケーション的にはすごいいいと思う。みんなね、やっぱり窓際の、店内の窓際席希望する人が多いと思うんですけど、ほらもう海の目の前にほら2席木陰であるので、ここも結構まあ穴場っていうかいい席かなって思います。はい、こんな感じでね、すごい眺めがいいので、ここもね、暑さとか大丈夫だったらすごいおすすめです。メニューがこんな感じですね。アルコールもあって、食べ物もこういった洋風な感じがあります。でデザートはこんな感じで、これにしようかなということで来ました。こちらがアイスコーヒーです。とこちらが黒糖ときな粉のシフォンケーキです。浜辺の地へ、行ってきたんですけど、ここがね海辺の見える席なのかな、なんかここあるの分かんなかった。あとですね、おすすめなんですけど、もしねここに来る際はですね、満潮時を、調べてくるといいかなと。海がねすごい近く眼前に、ね、なるのでおすすめかなと思います。せっかく来るようでしたらね、ぜひ
満潮時を調べてくるのが、はい、いいかなと個人的におすすめです。あとね、待ちたくない方はやっぱりね、室内なので窓辺はねすごいやっぱね混むので、こことか下の階の2席あるね海側テラス、あそこら辺がおすすめです。はい、それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画がね少しでもよかったら、ぜひねいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あとインスタとツイッターもやってますので、そちらもぜひぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。